川で桜といえばソメイヨシノではなくカンヒザクラといいます。また沖縄の桜前線は本島北部から南部へ、そして離島へと南下します。桜の開花には暖かい気温のほか十分な寒さが必要なのだからです。奥まで国道を離れ山の中へ入っていくと沖縄の民家らしい造りの建物が見えます。沖縄一の建設業国場組を作った国場幸太郎の記念館です。なんと周囲が数百本というカンヒザクラに囲まれています。今日は観光客もなく、この広い庭も私の独り占めです。泣き神城は琉球が北部、中部、南部と3つに分かれていた三山時代、北山の拠点でした。当時、中国との交易で大いに栄えたといいます。西暦2000年には世界遺産に登録されました。また日本一早い桜の名所として有名で、ちょうど早春を告げる泣き神城桜祭りが開かれていました。丘に立つと青い海とグスクを吹く風が心地よく、旅の疲れを癒してくれました。